い。はい。はい。猫か。え、なんなんなん。お様子かかって。様子かかって飲む。猫かおい。猫か。キモい。こんじです。おい。まあ、来とかなあかんよな、うん、高円寺は。やっぱり古着といえば高円寺、うん、高円寺の古着屋をめちゃくちゃディグります。めちゃくちゃ行く。めちゃくちゃ行きます。めちゃも行きます。え、カンティスは東京住んでたけど結構来たことある？高円寺はあんま来たことないです。あんまない。2、3回とかじゃん。もちろん集めと僕は素人です。1回だけあります。1回だけあるか。あ、君と行ってない。行ってない。元カノと高円寺の店をいくつかピックアップしたんで、はい、それを片っ端から行ってこうかなと思ってます。あざす。名前なんかない猫いらないですか？一緒に行かんでいいですか？名前なんかない猫と待ち合わせは高円寺じゃないね。アンディモリのシティライツに高円寺出てきてちゃうか。で、集む高円寺、高円寺って言った時待ち合わせは高円寺って口ずさんでたけど、はずいなお前。都会を走る猫、名前ないもんな。都会を走る猫に名前はいらんもん。好きやなアンディモリ。公園で出てく、行くぞ。力づくで行こうとしたんだよ。でもシーズンいつでも嘘つきで大体テレビでいろいろする前のばらまいてキラキラと暮らしく女の裸を子供の頃は最高さ。大好きだった土下座の紳士と街から街へのタイムスリップで恋して飛んでく失恋ランデブー。カニバリズムとダンシング待ち合わせは高円寺。名前なんかない猫と行く完成形を目指して夜に飛ぶとみたいな魔女も超えてあの街まで行け。シティナイツ、シティナイツ、どこにも行けないけれど、おごてる迷惑そうな女の子、見上げたスクランブル大画面、元気を出せて言ってるじゃないか。車椅子の景色と路上のスライスピーナス。いいね、いいね。ということで1店舗目はめちゃです。 OK、 めちゃ行きましょう。めちゃ行きます。はい、めちゃ行きます。完成形を目指して夜に飛ぶトルミサイルも魔女も越えてあの街まで行け。めちゃさん、めちゃ行きました。めちゃ行くか。行っちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ良かった。購入までには至らなかったものの、うん、アイテムとしてはめっちゃ良かった。サイズが合わんかったりとかで買えなかったんですけど、そうそうそう、僕がデブなせいで試着までさせてもらったのに。で、試着室何かなと思ったら、そこ試着室何階ってドアがあって、ね、そうそう、だから、まあ多分今伝われへんから、うん、今のじゃ、うん、どういう試着室なんやろうと思ったけど、ほんまに行ってみたらいいと思います、うん、そうやけど今回、2日間ぐらい東京におるけどさ、うん、毎日、古着巡ってるから、うん、お財布との相談もあるから、お財布との相談会があるから、そうそう、うん、めっちゃいいやんと思っても、うん、あ、今の俺の財布状況になっちゃうのが、確かに、今回多いっすね。気にせず買いたいわ、いつかほんま。マジで、うん、そうやな。古着買いたくりたい。買いたくりたい。え、次どこっすか？次は、キスメッ。キスメッ。キスメッ。アーカイブ古着が多いんですけど、と聞きました。え、てか古着屋ばっかやん。え、古着屋ばっかやん。高円寺今パーって30メートルぐらい歩いただけで軽く8店舗ぐらいあって、うん、これはえぐい。こちらか喫茶店のような店舗で、うん、キスメットさん、あらしゃ、あざっ、あざっしゃ、あっしゃ。キスメットさんはもうブランドアーカイブの、うん、ちゃんと値札にも2002年、そう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 、何年に出たやつなのかとかも書いてくれてて、わかりやすかったね、非常に。コムデンとこのギャルソンさんや、え、コムデンとこのギャルソンや、ラフンとこのシモンくん、ああもうあんたラフンとこのシモンズ来なや
やめとき。俺たちの息子や。大倉くんとこのシモンくんとは付き合いない。もうの彼氏。ってことで、はい。はい。3店舗目は、はい。スーパーオールド。スーパーオールド。めちゃくちゃ古い。めっちゃ古い。古い。古い。スパオは、はい。まあ、帽子系が500円から。マジ？って書いてたインスタに。で、服、T シャツとかも、うん、3000円とか近いな。近いって。俺もなんか、マジ数年ぶりに行くから。そう。結構楽しむ。一回だけある。一回で来た子だって実は。どこ見てんねん。いろんな服屋さんに興味持って、うん、行きたいな思ってますわ。俺的にはだから、この、行く行くみんな行くか。行こうか。近いな。スーパーオールドさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ギチギチ系やったね。ギチギチ系。ギチギチ。もう、やっぱ比較的安かったね。うん。ぶっちゃけ言っちゃうけどさ、東京の古着はマジ高いね。物価も高いからね。物価も高いから、ね。家賃、家賃とかもあるから。そん中でもスーパーオールドさん、マジ比較的マジ安くて、うん。次は、うん。スポットマン。スポットマン。これも、もっちゃんに教えてもらった。うん。良さそうやったんでいきます。うん。あのスパートマン、ピーンパッパッパルポーのとこです。スキャットマン。本年のそういう笑い方するやつ。はい、ってことで、スポートマンさんつきました。はい、加藤。スポットマンさん、ほら。行きます。行きましょう。スポットマンさん行って、ちょっと近くにあったミスターチャビーさんに、うんうん、ミスターチャビーさんに行ってきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まあ、次に行きたいかな。次に行きたいかな。ちょっと次の店舗に行きたいかな。ちょっとこっち来い。二人ともナイロンロングコートははずいて。二人ともじゃないね。増えてるやん。いいっすやん。行きましょう。深緑。これね、めちゃくちゃ言われた。めちゃくちゃね、もう感じで深緑、うん、もう耳たこや。耳たこやな。耳たこ。深緑さんに着きました。ここか。面白そう。ってことで行っちゃうか。行っちゃいます。レッツゴー。夜やん。夜なってます。俺らここ1時来たり。やってるやん。めっちゃ怖い。何が最高って人。ほんまにそうやった。やっぱそのいい古着屋さんって人がいいからな。まあそれぞれまあ若干見えてるんですけど、この後、はい、よし、ディティールをね、はい、紹介させてもらいます。はい、高円寺の古着屋さんの皆様、ありがとうございました。よろしく。非常に楽しかったです。はい、購入紹介していきます。まず僕は服買わなかったです、今回高円寺で。はい、ピンズをね、買わさせていただきました。はい、ニューヨークヤンキースのピンズと、いい、ね、イケメンのピンズですね、これ。イケメンのセピア色の写真。そうそうそう、セピア色の。だいぶ回想シーンやな、これ。だいぶ回想シーンやわ。のパーカー。パーカーに、まあ、ちょっと、白なんだ、あれも。こういうので、ちょっと、効かせるみたいな。襟元にね。そうそう、襟元にちょっと効かせちゃうみたいな。これが500円ぐらいで、500円か、こっちが、ちょっと700円、800円とか確か。だから、ピンズを狙ってる人は、ミスターチャディーさん、めちゃくちゃおすすめです。めっちゃ言って。これ2つでした。なるほどです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いて僕です。はい。はい、まあ、高円寺でも、ちらっと来てたんですけど、レインコートかな。レインコートかな。そうやな。買わせていただきました。もう膝まであった方がいいからね。レインコートは。膝濡れたら、かなんからな。結構あって、ポケット。フィットあんの、まず熱いね。ここ、ここも。ああ、ツーウェイや。ほんまにこんな感じやね。パディントンみたいなコートやね。あの、熊の。これは1万円でした。あ、ミスターチャビーさんです。はい。ミスターシャビさんにもう一点買ってますもん、ね、マジ。うわ、かわいい。ジョニングです。もうオニキス入ってるんですけど、黒の、うんうん、結構クールじゃないですか。うん、だけどこの周りのシルバーが花弁、まあ、っぽくて、うん、その手、お前今めっちゃ母の子宮みたいになってる。おねーん、おねーん買ったんだけどなー。母の子宮みたいになってる今。じゃないっすよ。周りが花っぽくなってて、うん、なってる。結構オニキスクールっぽいけどちょっとかわいいみたいな。せやねん。どっちも演出できてるっていう。そうそうそう、それが8000ぐらい。8000、もういいっすよ。以上です。はい、ありがとうございました。うらっ。
なんで？いや、ちょうど今品川駅で、うん、こうやってで、今ギリギリ鶴見緑地に。あー、すげえな。ちょっとハゲてもうた、ごめん。ちょっとハゲてもうた、草。すげえ、お前もうサイヤ人の宇宙船やないんやから。僕が高円寺で購入した商品、ニューヨークラグランです。おい、いいっすね。マジで高校生ぶりのオーバーサイズ、うん、今ってオーバーサイズめちゃくちゃ流行ってる時代なんで、正直オーバーサイズをめちゃくちゃ避けてました。それっていけないことやなと思ってて、うん、その僕が勝手にファッションに壁を作ってオーバーサイズを避けてました。深みどりさんで、はい、このラグランを見た瞬間かわいいってなってしまい、うん、めっちゃおもろいポイントあります、はい。まあ、ここもかわいいと思うんやけど、うんうん、世界で一番ちっちゃいナイキのロゴがあります、ここに。すごいですね。で、このナイキのいい、ね、これすごい、これがめちゃくちゃキュート、ね、この切り返しで、ね、この後ろが紺色なんですよ、うん、ここがめっちゃかわいい。ごめん、この刺繍えぐない？えぐいな、えぐいな。16,800円ぐらいして、めちゃくちゃ気に入ってます。上子供っぽいんで、ちょっと下はカッチリ系で合わせたろうかなって思ってます。はいはい、僕の高円寺の購入品は以上となります。はいはい、はい、ってことで、東京購入品紹介高円寺編でした。よっしゃーよっしゃー。はい、ポーカス東京編ね、まだまだまだ上がりますので、今3本目かな。ってことは折り返しか。ってこ、次回も、次回のフォーカス東京編の動画もお楽しみにしてください。チャンネル登録、通知ボタンオンお願いします。お願いします。ぜひぜひフォーカスをよろしくお願いします。はい。何やねんこいつ、怖い。たまにおるけど、おじいちゃん生中継映ってくる、おじいちゃんおるけどさ、怖いわ。ええー、ねん。よっしゃよっしゃよっしゃ。やばい、どこ行くの。はい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 、出んの、はい。ええねん、マジでええねん。